さてここまでの動画で問診事項とさらには審査を行ってこういう所見があればこういう診断であるというふうな部分を学んでいただきましたじゃあこういう診断になったらどういう治療の方針となっていくのかというのをこちらの動画で皆さんに解説していきますまず顎関節症っていうのはどこに異常が出てくるかっていうとそんなにね多くはないんですよ 大体外来で見る診断というと、じゃあ関節に痛みがあるっていうと、じゃあ関節包炎とか変形性骨関節炎、関節リウマチというあたりになって、筋肉の痛みであればそれが筋痛なのか筋筋膜性疼痛、そして関節の機能障害があるとしたらそれが副異性の関節円盤転移なのか、あるいは非副異性の関節円盤転移なのか、大体こういったところに分かれていきます。 もちろんそれぞれについて診断が違えば治療の方針も違う共通しているところもあるんですけどそれぞれでね何が異なるかというのをここで解説していきましょうまず最初にじゃあ関節に痛みがあったらどうしようかそれはもう関節包炎であろうが変形性の骨関節炎であればあるかそれから関節リウマチどれでも基本的にはね同じことをやっていきます 関節のリウマチに関してはねこう診断の中でいろいろ他にねこう抗原病内科とかそういったところに耐震をしていったりする場合もありますが外来でじゃあ我々が何をするかっていうと基本的にはねこう周壁の是正あるいはこう理学療法アイシングそういったものがまずはベースになっていきます周壁の是正をすることで顎の関節の負担を減らしましょう というとこ,ろこれはもう TCH の指導とかそういったことをしていくんですけれどもさらには痛い関節をある程度ね動かすことで血行を良くして関節の潤滑液っていうのを満たしてあげるさらには血行を良くすることで発酵物質老廃物そういったものを洗い流す機能を高めて回復を手伝ってあげましょうというふうにする場合は「N ストレッチ」をするようになっていきます。 痛みをを伴う場合はアイシングをしながらのストレッチをもう何にもしないでも痛いストレッチをすることもできないほど痛いあるいは日常生活支障をきたしてしまうようなほど痛いのであれば内服あるいは外用の薬物療法基本的には消炎鎮痛薬になりますがじゃあこれ処方しましょうかというふうに患者さんに聞いてあげてもいいですし。 いやもう程度が、ね、炎症が明らかに強くてなんとかしなきゃいけない時なんていうのは消炎鎮痛薬であるステロイドを含んだ注射を関節空内に行ったりすることもあります。次に筋肉の痛みですけれども関節の痛みと、ね、基本的には変わりません。 一つは負担を減らすための周壁是正さらには理学療法これは回復を促すためのストレッチとか温めて血行を良くするとかそういったものが主になりますもしもそれをやっても改善しなければトリガーポイント注射なんていう方法もあります関節痛のように N 製ズ消炎鎮痛薬あんまり使わないんですね ロキソニンとかね飲んでも効いてこないのと同じように筋肉の痛みって消炎鎮痛薬を使うよりかはやっぱり理学療法が一番の治療になります機能障害腹位性の関節円盤転移あるいは非腹位性の関節円盤転移があったらどうしようかなこれはもう基本的にねこう関節の円盤のが引っかかってカク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 音がしてしまう。これはもう止めるへ 止める方法いいうのは今残念なながらないんですね。しかし動きをね多少補う良くするために潤滑液がねしっかりと関節句のところを満たしてあげるようにしましょうねっていうのを考えるならばやっぱりストレッチをしてあげることが大切なんですよ。なので「N ストレッチ」の指導をしてあとクリックする,とする人って患者さん癖でこうやって自分でカク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 鳴らしちゃったりする人もいますんで。 そうするとね、もう余計円盤の変形とか転移が進んじゃったりとかあるいは摩擦でね炎症を起こって痛みが出ちゃったりするので無理にねわざとクリックさせないでくださいとかねそういう指導をしてあげるのも大切です。もう関節だろうが筋肉だろうが機能障害だろうが基本的に関節の疾患というのは負荷を減らすそして回,回復を手助けをする。 で痛みが急性のものであれば消炎鎮痛薬みたいなものを使ってあげるそういったあたりが選択肢となってきます。で唯一今までの理学療法で私はこの N ストレッチといって顎のにこう力をね自分でかけないストレッチを推奨はしますけれども唯一開口障害がある場合は負荷をかけた上で開口訓練つまりストレッチをすることを推奨します。 開き方っていうのはね。親指を上顎につけて人差し指でこうこじってもいいですし、あるいは両手を使ってね。こうやってぐーっと開いてもいいんですけれども、基本的には開かない。こうか可動域が悪くなっているものに負荷をかけて開かせるようにしてあげる。これが負荷をかけるストレッチになります。その他は例えば痛みとか、あるいはこう関節空のところをね。潤滑液で満たすためにもう少しね。動かしてあげればいい。運動障害がない。 ところに無理にね。こう負荷をかけすぎると逆にそれが炎症を起こしてしまったりすることもあるので、そういった開口障害がなければ n ストレッチとかで十分です。ただ、開口障害があるならば、パッシブストレッチと言って、しっかりと負荷をかけながら可動域を回復できるような方法を模索していきます。急なロックであったりとかもうなかなかね。こう負荷をかけてもよくならないな。っていう時はこう。麻酔化 関節区のところに麻酔を行って別名具体的に言うとこうパンピングマニピュレーションではないんですけれどもここに麻酔をした上での稼働訓練というものも行う場合があります。と、まあ、いろんな、ね、疾患状態があるので治療の方針というのはもちろんそれぞれ異なってくるんですがざっくりね関節の異常で考えると負荷を減らす。 そしてある程度動かして血行を良くして筋肉とか関節の動きを保ってあげるそういったのが根本的なな治療の流れとはなっていきますそれに追加して飲み薬がいるかな筋肉の注射がいるかなあるいは関節の注射がいるかなそういったところを判別していくのが臨床の上で患者さんに相談をしながら決めていったりすることになります。 これで皆さんは問診から審査診断さらには診断から治療の方針というところまでバッチリできるようになっていると思いますのでこれを臨床にどうぞ生かしていただければと思います。ごご視聴いいたただきありがとうございました